ということで、ざれごと、たわごと、よまいごとの MTF 塾上、51歳の村田理香です。が、お届けする、シラフドリです。日常のいつも通りお部屋取りで、洗濯物も、今日は雨が降ってます。昨日から雨が降ってます。雨が降ろうが、槍が降ろうが、お天気だろうが、部屋干ししかできないんですけどね。今日ですね、撮影日は、アップロードした時に分かると思うんですけど、ズルしてます。結果的に、ズルです。世の中では、明日から何でしたっけ、勤労感謝の日の祝日で3連休になるんですけど、その前日です。つまり、個人的に4連休です。いいんでしょうか。ちょっと訳があって、今日急遽、アルバイト先のお仕事、お休み取っちゃいました。村田理香と週1 AV なデートの、お誘い撮影のご依頼があって、それでお休みであれば、それは一番、妥当な休み方なんですけど、ちょっとここに抱えたものがあって、 このまま、私営業職なんですよ。かれこれ、来月で、丸1年になるんですね。それも、営業の中でも割と、過酷じゃないかなと思うんですけど、アウトバンドの、電話営業なので、こちらの方からこうアプローチをしていくっていう電話営業ですから、大変といえば大変なんですけど、 それも、いわゆる、ちゃんと、自分で、最後の最後まで、受注ご契約をいただくスタンスの、営業なので、決して、アポインター的な、役割ではなく、最後の最後まで、新規でお客様になっていただいた方とご契約を結ぶところまで行う営業をやってるんですけど、ちょっとですね、スランプです。 すいません。スランプなので、多分今日一日普通に仕事を、8時間働いても成果上げられないだろうと、ちょっと迷宮に入ってる感じで迷走してます。道筋までの、契約までの、そのロジックっていうんですか、プロセスっていうんですか、が自分の中の、そのパターンが今ちょっと見失いかけてまして、 そんな状況で、時給いただくってどうかと思うんですよ。だって成果上がらないの、間違いないじゃないですか。成果を上げるために働いて、そのために時給をいただいているのに、はなから上がる気がしない状況の中で、一日時給を、私、ものすごく、そういうところは、不器用って言われれば不器用なんですけど、筋が通らないこと嫌いなので、だったら今日、1日分の、収入を失ってでも、この連休明けに、しっかりと成果を戻せる、もう一度、自分の中で整理をして、仕事は取り掛かろうと、そして、正当に時給をいただこうというふうに思ってますので、今日は、いわゆる給料泥棒というか、時給泥棒に私はなりたくないので休んじゃいました。上司の方にも、すいません、明日急遽休ませてください。どうした？明日働いて、8時間働いても、確実に成果上げられません。時給泥棒になるので、きっちり整理整頓して休み明けに働きます。そっか、分かった、休んでほしいということで許可をいただいて、ちょっと、そんな前説から始まっているんですけど、ということで、今日は、いろいろと、リフレッシュというか、とにかくスランプですを図ろうと思ってます。ちょっと今、よだれが飛んでしまいました。
これからお出かけをするお支度なので、ファッションチェックなんですけど、まだ何にも何にもです。これヒートテック的なやつです。まあ可愛いでしょ、ハート柄の下着で。こう改めてこう見てみるとですね、前回、前々回ぐらいのシラフムービーでもお伝えしますけれども、10月3日から、今1回1日、ウォーキング7キロを歩いてるんですね、ストレッチしながら。1時間20分ぐらい、6.6って中途半端な数字を今7に調整して、仕事がアルバイト帰ってきてから、営業の仕事終わってから着込んで 慣れないスニーカーなど履いて 私ヒールしかほとんど履かないので、スニーカー慣れてないんですけど、それで、ウォーキングを週3日なので、1週間21キロウォーキングっていうのを欠かさずずっと10月3日から行って、1ヶ月で4キロぐらい痩せましたよってお話したと思うんですけど、今日の日付でまだ体重計乗ってないんですけど、ちょっと停滞期っていうんですかね、なんかこうちょっと止まっちゃってますけど、多分6キロぐらい、その10月3日より前から比べたら、ウエイトは落ちてきてるかなと。まあ目標マイナス10キロなんで、あと4キロまだ達成してませんから、続けてます。まあそんな続けた効果ということで、そういう効果を検証する映像として見ていただければと思います。なんかあばら浮いちゃってますね。でもまあ下っ腹は残ってます。腹筋とかやってないんですよ。ストレッチと歩くこと、大股開きだったりとか、こう足をこうやって上げたりとか、そんなことしながらではあるんですけど、さすがにいわゆるここの部分、胃の部分のところはすっきりしましたね。ウエストもなんかくびれてきてるみたいですね。ただ下っ腹は、これは腹筋じゃないとやっぱ落ちないんでしょうね。一応私のこうスケジュール的には、8キロぐらいまで落ちたら、そろそろジョギング、ランニングも入れようかなと思ってます。今の6キロぐらいまで落ちたんですけど、ちょっとこうランニング取り込もうとすると、足首にちょっとこう違和感を覚えるんですね。まだだから重いんですよ、相当。ということは、スタートする前はどんだけ重かったんだっていうところなんですけど、まだその足首に負担がかかる、違和感を感じるので、もう少しウォーキングをこのまま続けて、あと2キロ、始めてから8キロになったら、ランニングも入れていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで、今日はですね、村田利活シューイチ AV なデートっていう私のライフワーク、今年10周年とかって、ちょっと酔いどれライブ、バーチャルスナック理科の映像の配信の時に言ってましたけど、カウント違いです。9年でした。 10周年は来年のお話ですね。そうですよね。だって私42歳で村田理科になってますから、今51歳ですから、そうですよね、足んないですね、1年ね。9年目です。はい、それがね、それだけで生活が成り立てば何よりなんですけど、まあ、どうしても不器用な生き方しかできないので、すいません。なんかお金儲けのためにただ単に生きるとか、そういうことができない人なんですよ。申し訳ないです。まっすぐしか生きれないです。なので不器用すぎて、多分チャンスって言わよ俗に世の中で言われるチャンスを相当不意にしてるとは思うんですけど、後悔はしてないんですけど、あそこジレンマなんですけどね。まあ成り立たないので、その村田理香と周知 AV なデートだけでは生活が、なのでアルバイトはずっと続けなきゃいけないんですけど、
まあ、女性として働く、それも昼の仕事、ナイトワークをやったりとか、アルコールを用いる商売をやったりとかしなくても、女性名改名した MTF は女性立ち位置で、社会で真っ当に、働けますという模範をずっと、示し続けてますから、続けます。そして今日はそういう意味ではもっと大きな意味で言えばバイトサボりました。すいません、でも出ても給料泥棒になっちゃう一日は私にとって私が許せないので、働くからには成果を上げる、これ当然のことだと私は思ってますので、だからご依頼とかを当然おデートですよね、お誘い撮影デートをいただくからには当然対価をいただきますので、そのメンバーの方にはこれ以上ない至福の時間だったっていう、その喜びを必ずお返しして、またっていうふうに思っていただく、必ずその、準備をして、そして当日迎えるっていうのが私のポリシーなんで、そういう意味では何を言っても私多分公私混同ですが、ある意味プロ意識なのかもしれないですね。やるからにはっていう。なんでちょっと話が飛躍しますけれども、別にこの、MTF 塾上村田理科になってから、正式に彼氏がいた時期はいないです。彼氏という存在ですね、いないんですけど、もし彼氏になる、あるいはもう私の旦那さんになる、一生苦労させない、っていうような感じで、そういう存在の方がもし現れたら、全身全霊かけて多分尽くすと思います。だってそうしないと釣り合わないじゃないですかね。はい、飛躍したお話が今日の、まとめトークでした。はい、ということで月1回の、ホルモン注射を行っちゃおうかなと思って、今日これから行く予定です。はい、月1回しか本当に行けないんですよ。残念ながら、経済面で本当はね、なんか行ってる人は週2回ぐらいとかね、投与してるらしいですね。そりゃ女性化早いでしょうね。私はもう無整形、無美容で、どこも何にもいじんないで、女性ホルモンも月1回ですから、まあ、この程度です。この程度ですよ。まあでも、前にも言いましたけど、そこそこ美人のくくりに入れてあげてもいいかなっては思っています。テペロ。はい、ということで、今日はサボってますよっていう初のムービーです。基本的に私仕事は無遅刻無欠勤が私のポリシーなんで、サボったこと一回もないんですけど、今日は理由があって、もう給料泥棒になるぐらいだったら、時給泥棒になっちゃうぐらいだったら、もう正直に理由を言って今日休むっていう、急遽休みを取った方がいいということで、シフトから抜けました。はい、そしてダイエットもまだまだ続行中です。目指せマイナス10キロ。まあお金をかければあっという間にできるんでしょうけどね。はい、ということでエンディングトークです。はい、MTF 塾上、51歳の諦めないでできない村田理香でした。ではでは。